はい、こちら3月18日のダイヤ改正のね、お知らせが出てますね。この北海道ボールパーク F ビレッジ、これは私も行ってみたいけどもな、そういう時がありますかね。このね、ナイトゲーム開催時は、まあ、臨時列車を出すみたいなのがありますけどね。まあ特になんか、ね、新しいものがないかな。はい、で私はこれからね、北見に向かう夜行バスに乗るんですけども、なんかこのね、駅のバスターミナルではなくて北より西さんだったかな、なんかちょっと忘れたけど、その、ね、普通の道路にあるバス停から出るということで、まあ、適当に向かいます。まだ今11時23分で、ね、11時45分発なので若干の時間の余裕があります。はい、まあ、札幌はね、まあ、外は寒いんで地下を歩く人が多いみたいな話もありますけども、地下道も今気温6度ということで、まあ、結構寒いんだよな。はい、まあ、地上はマイナス5度ぐらいなんで、ね、それに比べればもちろん暖かいっちゃ、まあ、そうなんですけども、で、なんかこの辺から出ればバス停が近いのかな。まだちょっと時間あるからあんま地上に出たくないんだけどね。はい、今こっちから歩いてきてね、ここはその地下鉄の南北線と東方線をつなぐ通路みたいなところで、私もあんま歩いたことないんですけども、ここは東急百貨店の出口、百貨店に直結しているところはね、この時間当然閉まってますけども、ここは行けんのかな。はい、まあちょっと長かったけども、普通にね地上に来て、どっちを向いてるんだこれは。そこは中央バスの札幌駅前のバス停もあるが、わからんな。これがさっきのところ。こっちかな。はい、まあ大体合ってましたね。そこで今バスが出ていくのが、多分ね、その同じところ、まあ、私が乗るのは北海道バスのニュースター号というやつなんですけども、夜行バスがね、函館、釧路、北見と3カ所に出ていて、まあ、今ちょうど止まっていて出てたところなんですけどもね、まあ、その今止まった人もおそらく北見のに乗る、釧路行きと書いてありますね。席はどうだろう、埋まってんのかな。あ、ちょっと暗くて見えなかったけども、まあ、釧路行きが今出ていって待ってる人いますね。多分この後はみんな北見行きに乗るんじゃないかな。思うづらい方はお先に受付どうぞ。続きまして、誠にありがとうございます。これより、道央自動車道にて、北見へ参ります。途中、サービスエリアなどで休憩停車を行います。停留所は、西7号線、北見駅前、終点、東武イーストモール丹野店でございます。途中の天候、道路事情により、一般国道へ迂回する場合もございます。到着時間が遅れることもありますので、あらかじめご了承ください。安全には十分心がけて運転いたしますが、やむを得ず急停車することがありますので、ご注意ください。また、ご面倒ですが、シートベルトをお付けください。このバスの非常扉は、右側後部にございます。なお、車内は禁煙になっております。おタバコはご遠慮くださいますようご協力をお願い申し上げます。車内では他のお客様のご迷惑となりますので、携帯電話のご使用はお控えください。 Ladies and gentlemen, thank you for taking. This is our express bus Katami Tokyo New Star today for Katami, going through Dai Expressway. We will make stops at Nishinanagasen, Katami Station, before arriving at our final destination.Togo East Mall. For a safe and comfortable bus ride, we will make rest stops on the way to the destination. これより先ですが、札幌インターチェンジの方から高速の方へと上がりまして、本日は遠軽経由となります。遠軽インターチェンジの方まで移動させていただきます。途中ですが、高速道路上にて、音江パーキングと白滝道の駅にて、各15分ずつ休憩を取らせていただきます。休憩地点での案内は深夜便となりますので、放送は流しませんのでご了承ください。またお客様の方もですね、降車ご希望のお客様はバスが停車したのを確認後、そのまま前の方にお越しください。
乗務員休憩に入りますので、バスのドアの方は外側からですが開けさせていただきます。また発車の際は人数確認は行いませんので、ご用がお済みになりましたら速やかにバスの方に戻られますようよろしくお願いいたします。またただいまですね、コロナウイルス感染予防対策によりまして、車内乗車中はマスクの着用よろしくお願いいたします。ただいま、1時半ぐらいですね。結局全く眠れずにここまで来てしまった。ここが深川市にある音江パーキングエリアというところで、まあ、トイレしかない本当、まあ、小さいパーキングエリア、はい、今外の気温マイナス12度ですね、深川はね。なんかあの窓がね、ただ曇っているだけではなくても完全に凍りついてしまって、その手であのやっても全然見えないという、本当に何も見えない、そんな状況ですが、はい、止まってる車もそんないねえな、まあ、一応トイレだけ寄ってすぐ戻りましょう。お降りの際は今一度お手回り品をご確認の上、お忘れ物のないようご注意ください。はい、ということでこちら北見駅前で降りたところですね。ここはまあその反対側ですね、街のある方というかね、そっちが北口とこっちが南口なのかな。はい、いや後ろはなんか見えない、途中は景色全然見えなかったですね。はい、なんか2回目の休憩はね、白滝っつってたかな、でもなんか寝ててそれも分からずという感じで、はい、まあ本当寝てるとあっという間だな。うん、北見、札幌北見はまあ結構距離はあってね、その特急でも4時間とかかかる、あの鉄道だとね、ところでバスでもまあ6時間近くはかかっているが、はい、やっぱ便利だな夜行バスは。はい、こちらミートロードですね。北見はハッカで有名だったはずだけども、ハッカとミントって全く同じでいいんだっけ。なんかそこは除雪車が行ったのかな今。ここは玉ねぎのベンチ、うー、建物の中だけど普通に寒いな、絶対これマイナスだな今。言い忘れてましたけども、バスの乗客は半分席が埋まるぐらいかな、30人のところ15人ぐらいですかね。はい、でなんか普通に快適でしたね。
車両もね、新しい、外はフル LED の、 あの行き先表示とかありましたし、あとはあのコンセントとかね、そういうのもあったし、 Wi-Fi も完備、まあこの夜行便ではあんま使わないですけどもね、まあ、そういうのも嬉しい点で、なんか北海道バスってね、あんま聞き慣れないマイナーなバス会社という感じもありますが、まあ本当充実してよかったなという、はい、まあそんなところですね。こちらがその北口というわけでもないのかな、まあメインの方で、そこに温度計がありますね。マイナス 9.7 度、まあそんなもんか、はい。で、私これから網走に行くんですけどもね、6時50何分だったと思うから、まだ1時間以上ありますね。はい、空いてないんかーいという感じで、6時から22時30分はこの規模の街の、ね、中心駅としては、まあ、だいぶその朝遅くて夜早いなという感じですが、他に降りた人ね5人ぐらいいましたけども、みんなどこ行ったんだろうなちょっと早く着きすぎるのも困りますね。まあそうね、コンビニはこの近くにはちょっとこれには書いてないけど、マイナス10度になってる。まあ、こちらバスターミナルはね、この時間でもやってるみたいですね。